平沼元経済産業大臣と与謝野元財務大臣らが今日午後、新党立ち上がれ日本を結成します。いよいよですが、まあ特段普通の朝とは変わったところはないって、我々の、真剣な気持ちを国民の皆様方に知っていただければと。今日結成する立ち上がれ日本は、与謝野氏が共同代表を務め、平沼氏が代表に就任します。自民党を離党した園田博之氏と藤井隆雄氏、中川芳代氏の3人を加え5人でスタートします。午後行われる結党の記者会見には、新党の名付け親でもある石原東京都知事も出席する予定です。立ち上がれ日本は基本政策として、経済成長を図った上で消費税増税を含む財政の再建策を示します。夏の参議院選挙では民主党政権の打倒を掲げ、比例代表に10人以上の擁立を目指すほか、東京などで選挙区にも候補者を立てる方針です。結党後は新たな参加者も募るとしています。